エドワード・キンチは、イギリスの農芸科学者、親とい外国人。駒場の学校農芸科学教師、サイレンセスターを王立農学校科学教授。日本に、初めて農芸科学を移入した。1848年8月19日、イギリスオックスフォード・シャー州ヘンリー・オン・テムズの中心街マーケットプレイスで薬局を営む、チャールズ・キンチとエマの三男として生まれ、 10月20日地元の生命アリー協会で洗礼を受けた。地元のグラマースクール、サウスケンジントン王立科学校に学んだ後、サイレンセスター王立農学校に進み、実験助手に採用され、1869年から1873年まで、科学教授アーサー・ハーバート・チャーチのアシスタントを務めた。1871年王立科学校実験助手を、ね、 1875年インド博物館公物管理責任者に転じた。エドワード・キンチ1876年の学校新設のため来英していた、富田貞次郎によりジョン・ d カスタンス、ジェームズ・ベグビー、ウィリアム・ダグラス・コックス、ジョン・アダム・マクブライドと共に教師として採用され、11月30日、ベグビーと共に来日した。シチャーチが日本の陶器、 唾の収集家だったことも影響したと思われる。なお、この時の契約書において、薬官、鈴木宗康が、アグリカルチュラルケミストリーを、農芸科学と訳したのが日本語における動後の最古の、要例である。1877年2月1日のお修学場が仮校10十月農学校が、開校すると、通訳付きで、農学科、獣医学科生徒に、 無機化学金属元素の部、結晶論、針総論、物理化学構成の部、有機化学処方、実験化学思考形質分析を教え、1880年農学科から、農芸科学科を独立させた。サイレンセスター王立農学校、セーバー,アーソロミュー教会墓地1881年4月1日、帰国し、6月30日サイレンセスター、王立農学校で、 音視チャーチの公認に就任した。農学校の公認ドイツ人、オスカル・キルネルは帝国大学時代の1891年まで、勤めた。王立農学校では、松平安志宗、柴帝吉、沢野厚氏林東里、山口健三郎、松本玄太郎、徳川里高、早川元次郎、佐古恒明、渡辺作、三島八太郎、大内健。 新山壮介、品川八一、奥健三、三浦誠吉、横井時吉、尾田哲也、広沢弁二点一条、元春、三成文一郎、長岡総工、須藤義衛門、戸田勤、吉川幸喜、安藤幸太郎、加賀美康之介、佐々木忠二郎、伊原百助、勝、田藤三郎、原博、佐藤昇会等。 農学校卒業生や日本の農業関係者の訪問を受けた。1890年、ジョセフ・ヘンリー・ギルバートにオックスフォード大学での食の圧戦を依頼したが、1894年、ロバート・アーリントンが公認につき、実現しなかった。1915年定年退職し、サリー州ヘーゼルメアに隠居した。 1919年7月15日日本の農学博士会により農学博士号を授与された。1920年8月6日駒場と名付けた自宅で死去し、セイバーソロミュー教会墓地に葬られた。農学校勤務の傍ら、農商務省官農局農学科分析係に指名され、日本全国から手当たり次第に持ち込まれる資料の分析に当たった。 1877年3月は全国各地の土壌の分析や岩手県に天才ネト製造所を設置するための栽培実験を行い、1878年はパリ万国博覧会に出品する飲食物、明治に現れた新肥料の分析、1879年はシドニー万国博覧会に出品する農産物、在来肥料等の分析を行い、 官能局、宮里忠正、渡辺淳一郎、福田良作、農学校助教、竹尾昇進等が助手を務めた。道根川氏族、ビートの栽培試験を行い、農学校のお見みない生、牧野次郎吉が助手を務めた。その他、肥料、資料としての効能を調べるため、酒、焼酎、甘酒、泡盛り、醤油、中、インゲン豆、ソルガム、稲、 茶、味噌、砂糖大根、塩、寒天、大根、白株、骨粉、干しか、石鹸石、海苔、グアノ、アメ飴かす、菜種かす、こんにゃく、鶏粉、蚕、酒、ごまかす、大麦部、頭髪、蕎麦、わらばい、紙、甘かす、砂糖、下水、落花生、タバコ、お玉じゃくし、マス、定炭、創生用等が手当たり次第に持ち込まれ、 資料分析を行った。東京大学農学部図書館所蔵の実験農と帝国農学校科学教室においてなされた分析結果には、グアノ、カリン酸石灰、アクアマリン、コシカ、アブラカス等の在来肥料、創用、富岡製紙工場用水、品川山酒の分析結果が残されている。また、農学校農場において、 ロザムステッド試験場の方式に習い肥料試験を試みたが、毎年春先に強度が強風で吹き払われるため、正確な結果が得られず、退任後数年で廃止された。マーケットプレイスなお、1886年生の息子ウィリアムがいたとされるのは、別人の誤り。ありがとうございます。